はい、3時から、あ、静岡のね、さっき、模型屋さん行って、今日は3時から怪我したところのね、リハビリで、もうちょっと時間があるけどね、中古で、これだけが、トミックスの 25K ですね、ブルートレインのね、6両で3900円ということで、まあ、加藤の方もね、何両かな、まとめて9000ぐらいでね、売ってたけどね、トミックスの方の3900円安い方を購入してきましたね。ご、はに24の700型、朝風仕様。700型というか、700番台ってどういうやつだったのかな。よいしょ。まあ、特にはっていう、まあ大羽24K、25型100番台とは違って両方窓が大きい、一応は金朝風仕様ということで金曜日ですね、はい、であとはまあ普通に大羽25といっても銀予備の100番台が、2両の感じですね。この2両な感じです。はい、で、一応は同じものがテールランプはつくらしいオハネフ25型がこれも、3両。オハネが2両とオハネフが3両という構成で、これも片側の窓がこっちは狭いちっちゃいの100番台ですね、これが3両合計6両で3900円という感じでやりました。まあ、車の中でね、病院の前で車の中で録画しております。で、あとはトミックスの昔の紙の箱の、トラ7万型、まあ、300円ですね。で、あと3両がボギーの貨物車で、同じくトミックスの、脇線が500円でしたね、これはね、が、同じ2両と、ワムフ100型がこれも500円これね、こういう車掌室付きのやつでね、はい、メイドイン香港ですね、懐かしいですね。あのタイデンがまだギリギリ小学生の頃に初めて買ってね、買った時のものはなんか壊しちゃって、なんか外のね、砂場で遊んでたりしてね、小学生で壊れてどっかに行ってしまったのを、また今日中古で改めてほぼ30年ぶりぐらいに買ってきました。はい、そんなわけですね。で、まあ大抵のこれカメラね、 EOS の 7D と、あとまあ三脚が3万円ぐらいの三段式の三脚ですけど、あんま取り鉄はしないですね、はい、でこちらが、今日のね、メインというかね、袋に入ってますけどね、トミックスの65度2000番台の復活国鉄色のね、あとまあまたね、家帰って部屋に戻ったら開けてみるけど、加藤のキハ58系の蔵王と、まあ E でこういうセット
で、これは新品で購入してきましたので、また後でね、あの病院とか終わったらまた動画にしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。